ふつご前ふつご前自称4年8月18日は、平安時代末期の白拍子、英略元年1月15日、加賀国原村に生まれる。父の白川平大夫は、原村の五十頭の、刑より派遣された、十神である。なお、この五十頭は、花山法王が、田寺に参詣した折、原村が、くだらより捕来したビアが化けた僧侶が、 阿弥陀行を唱えたことから三鷹原と呼ばれ、原村になったというエピソードと、原村の景観に感動し混流したものである。現在は五十頭子のみが残っている。幼少期から仏教を信心したことから、二五前と呼ばれる。上腕四年に京都に上京し、叔父の白川兵内のもとで、白拍子となる。その後、京都で名を挙げ、当時の権力者であった。 平の清盛の屋敷に詰め寄る。その当時は、白拍子の義王が清盛の長愛を集めていたので、追い払われるが、義王の誘いにより、清盛の前で、君を初めて見る折は千代もへぬべし姫小松午前の、池なる亀岡に鶴こそ群れいて遊ぶめれと、即興で今世を読み、それを歌って、前を見せ一気に長愛を集めた。この物語は、平家物語に登場する。 安元三年、自称元年に清盛の元を離れ出家し、自らを法恩にと称して、佐賀野にある王城院に入寺する。王城院には、二つ前の登場により、清盛から離れた、義王とその母、妹の義女がおり、同じく仏門に励んだ。その時点で彼女は、清盛の子を身ごもっており、天寺での出産をはばかり故郷の加賀国へ向かう。その途中、 白山独気なめりの里において、清盛の子を産むが死産。自称2年には帰京し、自称4年8月18日に死去した。その最後については、彼女に見入られた男の妻たちの嫉妬による殺害説や自殺説など小説ある。墓所は小松市原町にある。山本清継、藤島秀隆、ふつ午前北国に出版社。 1979年7月31日、ありがとうございます。